とりあえずね、撮影的には昨日か。デカール貼りまして、ちゃんとね、構えてますんで。まだ開けていきたいかなと。まあ、今回はね、両面開けなきゃいけないんで、ちょっと危ね。両面ね、開けていこうかなと思います。一応刃はね、いや、さっき切ってあるんで。大丈夫そうっすね。大丈夫かな。まだ大丈夫そうっすね。一応前面はね、このままガラスある状態で貼って、まあ問題ないんでね、このライトユニットのところと、まあ、ちょっと曲がってますけどね。まあ、ライトユニットと、ガラスだけ塞いで、トップコート吹いて、完成にしたいかなと思います。というわけでじゃあ、どうしようかね。カットの場合はね、窓差しあるんで。気をつけながらね。あれ？これ窓のところって虹なくなったっけ？ 覚えてねー。ちょっと待ちくださいね。確認だけしなきゃいけないんで。窓差しのところあればね、窓差しのところ抜かなきゃいけないんで。2000系、アンパンマン、うわ、赤いと。どうだろうな。ちょっと待ちくださいね。そうですね。窓のところはそのままでいいのか。だから窓差しを1枚ずつ綺麗に抜く感じっすね。多分。多分。ちょっとお待ちくださいね。そうですね、窓のところだけ手に抜けばいい感じですね。危ね危ね。一気にバーって行こうとしてた。ちょっとね、寸法ずれてたりするのはこれはしょうがないんで。なるべく丁寧にね、抜ければ、それでいいんで。ちょっと映ってなかったら申し訳ないですけど。デカールのカスってね、静電気も当たりやすいんで、電気がね、たまりやすい人間は、ちょっとね、ゴミが手にくっつけすぎるんだ。ちょっと気をつけてください。ちょっとね、角が残ったぐらいはね、軽く引っ張れば、取れますね。あんまり引っ張るの嫌だよって人はね、引っ張んない方がおすすめですけど。ちょっとね、こう、残っちゃうのは、軽く研磨かけて。静電気、俺静電気がね、たまりやすい人なんで。だ結構ね、フグなんかね、エスカレーターの取っ手のところ使うとね、金属部分使うとバチーンって言うとするから、ね、洗濯機ほんと怖いんですよね。俺心臓弱いんで、ちょっとした驚くことでも結構すげえ怖いんで。いや、クラクションとかでもね、車のクラクションとかでもたまに怖いんですよね。心臓ドキッとするんですよね。冗談だけ。ティッシュにゴミ集めるか。その方が楽なんで。ここからね、2両分の穴開けで済むんで。もう今回ね、バイキンマンの人はこれ1枚板で、ね、作って失敗しますんで。ちょっとね、方向幕の部分とか、ずれちゃってますんで。ただね、ドアの位置はね、重くなってるんで、まあいいんですけど。まあ、気が向いたら貼り直すかもしれませんし。まあ今まで作ったアンパンマン車がほぼほぼ適当に作ってますんで。ここだけ寸法作りました。貼り直そうかな。もう一個ある予備のこっちの方だとね、寸法ぴったり合うんですよ。こういう感じ。作り直した方が良さげか。そ
作り直しましょうか。しょうがないんで、ここだけちょっと話しましょうか。ちょっと後でね、量産しておきますんで、ちょっと完成で遅くなっちゃって申し訳ないです。やっぱりどうせね、せっかくちゃんと作りたいんで。合わせちゃってと。こっち側にすんごいピテラってるんで、ほぼほぼちゃんと抜けるんで、あ、それでもちょっとずれてますけど、ちょっとインギ薄いんで、ちょっとね、まあ量産しましょうか。どうせ1年ぐらいだったらね、明日トップコート吹いて、まあ、臨時欠かせば金曜日に、金曜日じゃ日曜日か。に、貼れるんで。ちょっとここもね、方向膜の位置ずれてますけど。ここはもともとの窓位置がほぼほぼ合ってますんで。そうですね、こっちは混ぜちゃってるんで、まあまあ、もともとの寸法だと思いますんで。こっち側ちゃんと印刷したんで、ほぼほぼ、まあ、ちょっとぐらいのバリも残っちゃいますけど、こんなもんすかね、おもね。
まあ、時間があればね、ちょっとライトユニットの方の黒染めもね、したいんで。どういう感じになるかわかりませんけど。うん、大丈夫そうっすね。なんかちょっとフィルムが剥がれるような音するな。気のせいか。あ、多分粘着力の問題なんでね。これはしょうがないので。一回吐きとダメだ。切れるか。
こんなもんかな。あ、反対側か。
よし、こんなもんかな。こんなもんかね。疲れた。まあ、まだ生きるよね。張り直さなきゃいけないんで。あれですけど、まあまあ、ここ外しちゃおう。こんなもんですね。磁石的には27分か。こっちはない。そしたら足回りは、まあ本当に明日どこかつけないんで、足回りは明日、そうですね、デカール、今日中に作って、明日1日乾かしてで、まあ金曜日か、あ、日曜日か。日曜日に晴れるんで、まあ明日ぐらいに、そうですね、足回りは。ちょっといらない？ライトの行き先？まあ、潮風絶対ないんで。まあ、四万とか足ずりか、無地か。ちょっといらないやつ探しといて。ちょっと黒くします。うん、こんなもんですね。まあ、実写ちゃんと見たことないんで、こういう感じかどうかわからんけど。ちょっとカスのバリがすごいな。まあ、後でトップコートか。例えば多分内、わ、危ね。内側に自動的に折れると思いますけど、まあ、今回ね、一切溶剤使ってないんで。まあ、なんだっけ。なんだっけ、名前忘れた。なのでね、まあ、溶剤落ちるとね、まずいんで。いや、そうですね。一応他のまだ何両かも穴開けたりできるのはあるんで、まあ、のんびり穴開けるか。もう何時？ 11 時か。まあ、ちょっとね、休憩して、のんびり過ごしたいと思いますんで、終わりたいと思います。で、また次回の動画でご視聴ありがとうございました。